今日は1月8日土曜日です。勝負事の日です。昨日沖縄に帰ってきました。今日は朝からメディカルチェックがあるので、これから病院に行きます。メディカルチェックは、開幕前までに必ず毎年あって、身長、体重、血液検査、尿検査、直直、あと他にも多分あると思うんですけど、心電図もあるのかな？そんな感じで、毎年開幕前にあります。検査行ってきまーす。メディカルチェック終わりました。一旦帰りまーす。いただきまーす。ボール蹴りに行ってきまーす。え、めちゃいいスパイク。プレデターっすね。あれ、プレデターかな。どこポジションやってたんですか？成人してから草サッカーでボランチやりました。ボランチずっとやりたかったんですけど、学生時代はなかなか機会に。俺とかコーチとか、トムとか見てくれよ。めっちゃ嬉しくね。誰ですか？琉球で行ったら誰ですか？一番プレミア。ボランチサイドバックです。あれはインサイドプレーですよ。女の子。誰ですか、一番好きな人。あ、それ聞きたいな。ジェリーガー渋い。